全員に共通するお話、骨盤ですね。これで骨盤正しいです。ストロークの時の骨盤の使い方、これでテイクバックです。まっすぐ引けて、テイクバックモーション入れます。グッ、グッと入れて。はい、皆様こんにちは。アスレティックトレーナー兼テニスコーチの菅尾です。今回はですね、朝日、昔の教え子、アスレティックトレーナー、テニスコーチと一緒に撮っていきますので、よろしくお願いします。お願いします。はい。今日はですね、全員に共通するお話ですね。まあ初心者の方から上級者の方、アマでもプロでも男女関係なく、ジュニアでもシニアでも、もうとにかく全員に必要なお話をしていきたいと思うんですが、骨盤ですね。骨盤の話をしていきたいと思います。皆様の骨盤がいわゆる正しい位置に今なっているのか。テニスをやっている時にどのような骨盤の使い方、位置であることが理想となっているかっていうのを、ちょっと朝日の体モデルにしたりとか、この模型使いながら話を進めていきたいと思いますので、ぜひですね、皆さんの体ご自身で使いながらチェックしながらですね、この動画見てみてください。いわゆるテニスやっている時に軸が倒れたり崩れたりするのは良くないですよっていうふうによく言われると思うんですが、それはもちろんその通りなんですね。で、その時にこの軸っていうのはどこを意味しているかっていうと、基本的にはやっぱりこの背骨が前に突っ込んでませんかとか、横に倒れてませんかみたいな感じで捉えることが多いと思うんですが、よく見てみると、この背骨の下にあるのがいわゆる骨盤なんですね。で、いろんな表現あると思うんですが、私はこの骨盤をですね、どんぶりによく例えるんですよ。で、このどんぶりであるものがしっかりしてないと、この上門がこう、どんどん崩れてしまうと。要は背骨が倒れているのか、骨盤の位置がもう正しくないのかで、話の方向は全然変わってくるんですね。なので今回は背骨ではなく、骨盤の位置関係から話を進めていきたいと思うんですが、今日お話ししたい骨盤の話はですね、横から見たときに、前に倒れる前傾っていうのと、後ろに倒れてしまう後傾、これについて話を進めていきます。朝日の骨盤でちょっとモデルとなってもらうんですけども、いわゆる骨盤がここにありますと。で、この骨盤っていうのがその前傾になるとこういうイメージになるので、今ですね、このいわゆる反り腰、でっちりと言われるのが骨盤の前傾になります。に対してこの骨盤が寝るって言うんですけど、後傾って言ってこっちに倒れてくることを後傾と言いますね。これによって背骨がこう後ろにカーブが強くなってきちゃう。こういったことを意味します。なので今日のお話はこの骨盤の前傾がいい悪い、骨盤の後傾がいい悪いではなくて、真ん中中立位っていうのが一番理想的なんです。なのでまずは皆様の骨盤がちゃんと中立位になっているかという確認からいきたいと思います。テニスコート行ってもらうとこういった椅子があると思うので、ちょっとこれ活用してですね、骨盤の位置をですね、皆様正しく体感してもらうやり方を紹介していきたいと思うんですが、もちろんテニスコートの椅子じゃなくて何の椅子でも大丈夫です。まずはですね、この骨盤の正しい位置を知るためにはですね、ゴニオメーターというちょっと専門の分度器が必要なので、正確な位置はそれをやらないとわからないんですが、椅子だけでわかる簡単なやり方があって、まずこのように立ってもらいたいですね。それで、座骨と言われるこのお尻のゴツゴツした骨があるんですけども、こちらにですね、手の甲を当てていただきたいんですね。ちょっと僕のお尻で行くと、失礼すると、この辺に座骨があるんですけど、はい。わかんない方はなんとなくお尻の一番とんがっているところのちょっと下目、これにですね、手の甲をポンポンと当ててもらえれば大丈夫です。で、このまま座るんですね、ゴッと。はい。それでですね、ちょっと背骨をこう丸くしたり、立たせたりしてもらって実験してもらいたいんですけど、立たしてもらうと、この座骨がぐさっとこの手のここに刺さる感じが正しい位置に行くと出てくるんですね。はい。僕だとここなんですけど。で、このまま、いわゆる、パッと構えのポジションを作ってもらうと、これで骨盤正しいです。ちなみに言うと、これが座骨があんまり触られない場所に行っちゃうと、このまま立てば骨盤は倒れている。いわゆる後傾になりますし、逆に、立てすぎて、今座骨何も感じないんですけど、これでやっちゃうと前傾、反り腰になっちゃうんですね。ちょうど突き刺さるところを探してもらって、ちょっと背骨を立たしてもらうと骨盤がサッと定まるので、このままパッと立ってもらえれば、皆様の骨盤は
正しい真ん中の位置になっていると思います。骨盤の正しい真ん中の位置が分かったら、ここからどのようにテニスの時に使っていくか、今日はストロークの時の骨盤の使い方で話を進めていきたいんですが、もうちょっと朝日には立ってもらっているんですけども、まだ骨盤の真ん中の位置が分からないよっていう方は、先ほどの椅子の位置からスタートしてもらって構いません。ということで、骨盤がまっすぐなまま低い重心を、はい、作ります。はいですね、この位置です。でここからですね、テイクバック、伊達、フォロースルーの時に、この骨盤っていうのは回ってこなければいけないので、朝日には横から見た図、私からはですね、正面から見た図をちょっと皆様でお示ししたいんですが、今朝日向こうを向いているので、バックハンドのイメージでいきますね。その時にまず行きたいのは骨盤をですね、こっちですね。はい。これでテイクバックですね。で、伊達、フォロースルー。この時に骨盤の位置は全く変わってません。で、ちなみにこの時によく抜けちゃう人は、打ちに行っている時に骨盤が後ろに倒れている。これ抜けちゃう人ですよね。はい。で、逆に骨盤立っているけど前に突っ込んじゃう方は、このまま体が倒れていっちゃう。はい。ここの骨盤と背骨の位置は全く変わらずにこの動きをしたんですね。はい。これ横から見た図ですね。で、私が縦からの図でやると、これ骨盤立ったまま、で、僕はちょっとフォアハンドで行くと、こうですね。こうです。はい。テイクバック。骨盤がグッと引けてますね。で、ここから打点に持っていきます。で、フォロースに持っていきます。で、この時に大事なのはですね、この膝がまっすぐ引けて、まっすぐ出てることなんですね。はい。で、これがですね、こうなっちゃうと、体が回っちゃってることになるので、これねじれてると回るは全然違うので、これでやらないと骨盤はうまく使えません。朝日さん、骨盤動かしてもらっていいですか？横から見ると、男二人で何やってんだ、これ。はい。前から見るとこのビューですね。はい。横から見るとこのビューです。はい。これ皆さんもですね、鏡とか動画でご自身の姿勢映しながらこれができてるかどうかですね。これができて初めて骨盤が真ん中で引いて出す。引いて、出すという動きが可能になっています。はい。それではこの骨盤の動き使いながら実際に打っていきたいと思います。それでは打っていきたいと思うんですが、イメージで言うと横から見たビューだとグーですね。骨盤だけ映すとこうですね。はい。で、そこにテイクバックモーション入れますね、上半身。で、ここから打ってます。グッと入れて、グッと入れて、グーです。はい。じゃあ、実際にグッ。グッ、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 はい、ラストお願いします。グッ。それでは後ろから撮ってみたいと思うんですが、よくテイクバックの時にグッとやった瞬間に、骨盤がちゃんと立っている人はこのお尻がしっかり使えているので、パッと後ろ姿見ただけでだいたいその方がテニスがすごく上手いか、ちょっと今体が使えてないかっていうのがすぐバレちゃうぐらい、やっぱりこの形ってのは大事です。グッと入れて、グッと入れて、グッと入れて、ラスト。グッ。はい、皆様いかがでしたでしょうか。今回の動画はですね、まず骨盤の正しい位置ですね。前傾でもなく、後傾でもなく、真ん中、中立位で打ちましょうと。ただ、やっぱりちょっととどちらかというと前傾の方がいいかなと思うんですが、過度にね、でっちりとか反り腰にならない程度の中立位からやや前傾気味みたいな形で考えてみてください。で、うまく形ができたら、そこにねじりという動きができて初めて骨盤周りの力がうまく使えるようになるかなと思うので、このまず2段階で今回の話は考えていただきたいと思います。で、もしこの動画見ながら、さっきの椅子に座りながらの骨盤の動きだったり姿勢が作れない方は、硬さとかバランスとか、そもそもの骨格位置とか、いろんな理由があってできない可能性が高いんですね。なので、これ変なこと言うと、ジムに正直来てもらうぐらいしかできない。で、むしろこれはテニス専門のトレーナーさんじゃなくても、体を生業としている人であれば、ある種当たり前の話なので、にお住まいじゃない方であればですね、地元のですね、そのトレーナーさんというか、体の専門家の先生に見てもらえれば、うまく使えるようになると思うので、もしそういった個人でできない方はですね、専門家の力を借りてもいいんじゃないかなと思いますので、
ぜひ参考にしてみてください。ということで、また朝日の動画もですね、チャンネルもまた備考欄に書かせてもらいますので、彼の動画の方もですね、ぜひチェックしていただければと思います。ということで、また次の動画で会いましょう。さよなら。